次、12番。ベース以外に何か一つスキルをマスターできるとしたら、何を選びますか？女を騙せるスキル。あ、そういうこと言った。なんかそういう質問ばっか来るから、そういうことですよ。そういうこと言わせてるから、乗ってあげただけです。ベース以外にスキル。いらねえ、別に。別にいらねえ。スキル。ヒットポイント 50% アップ。回避率 5% アップ。あ、でもあれか、あれか、あれか。なんか、やっぱ英語喋れるとか。これ真面目な話。ただでそれで身についたらいいな。5カ国ぐらいにしとか。まあ英語だけでもいいや。うん。便利だよ、絶対。勉強しなくて、それができるんだったら。This is a pen. これはペンですよね。いいですかね。次。いいか、これで。はい、次。超能力を使えたら何をしたい？次。超能力。多いな、20個あるか。超能力を使えたら何をしたいですか？ 13 番。超能力を使えたら何をしたいですか？パイロキネシス。あの、なんか、かまいたちの話を、かまいたち2の、あの、トールが、主人公が、あの、まあ、違うストーリーなんですけどね。あの、メインストーリーじゃないです。なんか子供のままなんか、大人になっちゃって。で、小さい頃になんか、超能力養成所みたいなところに連れて行かれて、パイロキネシスの炎を操るんです。遠くとかでも、ビャーって。で、館がもう火だるまになるって、火の竜みたいなのが駆け巡って悪い組織をやっつけるんで。パイロキネシス。瞬間移動。投資。女性の服を投資する。そんなんばっかになってたな。違うな。投資やだな。サイコキネシス。パイロキネシス。相手の心がダメだな。心読む。つまんないな、そんなの。これは自分で読むのが面白いね。この人こんなこと言ってるけど、裏ではとんでもないこと考えてるなとか、探るのが楽しいんだよな。今顔を洗ってたけど、なんか心の中ちょっと怒ってるなとか。あんまり興味ないです。はい、次。14番、タイムトラベルできるなら、過去と未来どっちに行きたいですか？まあ、さっきの話ですね、ドラえもん。まあ、未来はいいです。未来は自分で切り開くものだ。また噛んだな。未来は自分で切り開くものなんで、過去のその、僕あの YouTube で、昭和初期の女性の、とか、女性だけじゃなくて、その生活とかを、の写真みたいなのをこうずっと流してる YouTube のチャンネルとかあったんですけど、それすごいっす。すごい、でもまあ好きでよく見てました。なんか、この時代どんな思いで、今だったらおばあちゃんとか、90、80、90、100歳とかのおばあちゃんが、こういう頃はなんか結構綺麗で、どういうことをしてたんだろうなとか、どんな恋愛をしたんだろうかと本当に考えますね。なんか夢、なんていうの、ノスタルジーっていうのはないけど、まあ過去ですね。だから一瞬ですよね。パッて言って、こっそり言って。バレたらやばいんで、殺されちゃうんで。次。どういうイメージなのか。でもまあ昔危ないですからね。次。15番何をしているときが一番幸せですか？ベースですかね。ちょっと今眠くて、このわーっていうのができなくて。まあベースでしょ。ベースか。あと YouTube 見てるときかな。ダラーンと。ダラーンと YouTube。
YouTube 見てる時とか、もう幸せ、うん、うん、そうなの、なんか、ま、なんか、のんびり自分の好きなことやってる時っていうのが、幸せかな。まあいいや、はい、まあそんな時ですかね、やっぱり。うん。うん、そうだな。うん、はい、次。16番。架空のキャラクターを現実世界に呼ぶなら誰ですか？まあ漫画とかってことだな。のんのん日和のあの、なんか、女の子。二次元、二次元世界。エミリアタン。違うかな。女性ばっかだな。二次元中だな。誰でもいいよな。まあ、うん、わかんねえ。エミリアさん。次、リゼロです。17番、ゾンビだらけの世界に入ってしまったらどうやって生き延びますか？面白い質問だ。ゾンビだらけか。まあ、でもたまにリアルとか、その妄想で考えるときあるんですよね。ゾンビやべえなんて。でも俺だったらみたいな。どうやって生き延びますか。慌てず行きたいですね。なんかパニックにならないで。まあ、そんなうまくいくかわかんないですけど、そんな、そういう風なキャラって思われてるかもしれないけど、わーってなるしな。怖いしな。なんか気持ち切り替えるしかないですよね。知ってる人とかがゾンビになってもやっつけなきゃいけないかもしれないし、つまんつって泣きながらこうやって脳を破壊するみたいな。すまん山だ、すまんみたいな。バーンみたいな、銃撃つのかって話ですけど。そうだなぁ。難しいなぁ。暗い話になっちゃうからな。絶望しちゃうかもしれないしな。真面目に考えちゃった。やめとこ。まあでもさっき言った感じなのが正直な意見なんでしょうね。パーって出てきたの。はい、次。18番、都会と田舎、どちらに住みたいですか？まあ今設定上の東京の青山に住んでるんですけども、おばあちゃん家がありまして、古くからの、由緒ある家系に生まれたんで、まあ、親のままのおばあちゃん家からの配信になるんですが、まあ、田舎ですね、やっぱり。いいですよ、田舎が。田舎めんどくさいんだよな、田舎で。あ、なんかリアルな話しちゃった。田舎に住んでたかのような設定とちょっとずれてきちゃった。まあ、田舎、都会、なんでも田舎の方がいいな、都会はやっぱり、空が小さいですからね。空が見えないですからね。まあいいですよ、田舎は。パッてこう空見たとき、冬とか星が満開の星。宇宙って広いんだろうな、みたいな。で、だから都会はやっぱり、なんて言うんだろうな。やっぱりそのなんか働いたりとか、なんて言うんだろう、キビキビするイメージで、やっぱり田舎はやっぱりこう、わーってこう、いろいろ、いい話ですけども、こうなんか、あーみたいな。人間って生きてるな、みたいなところをよく考えられるような気はしますけどね。まあ、田舎でしょうか。次、19番、たこ焼きとお好み焼き、あえて選ぶならどちらですか？たこ焼きとお好み焼き。あ、たこ焼きの方が全然好きですね。お好み焼き飽きるんだよな、あれ。あ、そんなこと言ったら広島の人に失礼だ。
広島をバカにしてるのか。広島の人すいません、お好み焼きはそんなに。お好み焼きイコール広島みたいな偏見が。お好み焼きはちょっと、そうですね、なんか飽きるんすよね。なんかもういや。なんか、お好み焼き食べ行こうぜって時、だいたい一瞬抵抗するんですよ。みたいな。あんまり、みたいな。どうしても行くことになった場合、全部任せて、なんか、自分からは一切選ばずに、なんか、女の子とかに、なんか、決めてって言って、決めてもらって、イカ食べられるみたいな感じで、みたいな感じで、じゃあイカでって言って、食べるんですけど、全然、なんか、二切れぐらいでもう、なんか、ウーロン茶ばっか飲んじゃって、なんか、飽きるし。あと、あの匂いでちょっと気持ち悪くなるんですよね、油。いい匂いなんですけどね、あの油の外から匂いとか、店の外から。いざそこ行くとなんか、ブッてなっちゃって。そして結局、お好み焼きが夕食みたいな感じになった場合に、ま、お好み焼きを少し食べて、帰りにコンビニでおにぎりとなんか、チキンとか買って帰る。ないと一食にならない。僕はご飯を食べないと一食にならない人なので、ご飯がいっぱいあって初めてご飯、夕飯、朝食、昼食、パンとかパスタだけでは一食には数えられない。ラーメンだけとかも一食には数えられない。ご飯があってのご飯。ご飯っていうぐらいですか？やっぱりご飯ですよね。そのところです。なので、たこ焼きだったら結構食べますよ。パク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 。美味しいですもんね。で、猫舌なんで、熱ってなっちゃうんで、ホフホフってなっちゃうんで、結構、冷めても、たこ焼きって僕美味しいと思うんで、冷めたのをガツガツ食べるのがいいですね。いくらでも食えるな。なんかスーパーとかで売ってるやつとかも美味しいと思うし、ちゃんとした店舗のやつとかでも美味しいと思う。一回関西に行ったことがありまして、本場のたこ焼き食べてみようって。なんだっけな？ああ、これ。関西人の人一発でわかるんだけど、なんか、とろっとしたたこ焼きみたいな、半生みたいなたこ焼きみたいな、が売りのとこ行ったんですよね。なんか白っぽかった気がするんだよね。あのカリカリじゃなくて。まあ、そう、白いたこ焼きみたいな、そんなのなかったかな。そういうとこも普通に美味しかったですし、なんでたこ焼きだったら、意外とたこ焼き好きなの。でも関西の人はたこ焼きおかずにご飯にするとか、お好み焼きおかずにご飯にするとか言いますが、まあそれはちょっと、すいません。関西の方。それはないんじゃないかなと。いろいろ敵に回してますね。真面目なベーシストは敵に回すわ。女性は敵に回すわ。男性は敵に回すわ。うん。まあそんな人です。まあ、設定上なんで。で、ラスト。ラストがこれか。20番。関西人は好きですか？好きです。うん。はい。関西の方は面白いですよね。ぶっちゃけ昔は関西の方って苦手だった。たんですよね。やっぱりテンポが、僕は割とのんびりしてるふわーっとしてるんで、なんやねんみたいなこと言われると、ああみたいな、ちゃいまんがなとか言われたら、あ、すいません、これ関西の人は全然バカにしてる、あ、やばい、関西人もできました、何言うとんねんみたいなこと言われたらひーってなって、怖えみたいな。あと、チューブくん、君は車で関西には行ってはいけないよって言われました。これ言っていいのかな？めっちゃなんか、ブーとか鳴らされるらしいんで。僕はその関西の方から直接聞いた話なんですけど、まあ、僕は結局運転では行かなかったんですけど、自分。なんか、車で止まってて、信号が青に変わりましたとか、前が進みましたって言った、その 0.001 秒後にクラクション鳴らされるらしいですね。発進しないと。あーみたいな。早く行かんかいみたいな。行かなあかんやろみたいなことを言われるっていう。
らしいんですけど、いい声、関西声っていう、すいません、それはあの関西の方から言われたんですけど、っていうことがあったりするらしく、うん、でも関西の方は最近は女性とかそうですね、関西弁やっぱり可愛らしいですよね。うん、まあ関西の方も男性も女性も知り合いいるんですけど、やっぱなんかいいですよね。やっぱりその本当に最初の最初はやっぱりちょっときつい人なのかなとか思ったりするんですけど、そんなこともなくて、まあテレビとかそういうところで変な余計な情報を仕入れちゃったりとかしたんで、偏見もあったりとかしてるんですけど、実際やっぱりやりとりとかしてると、まあ、結構気持ちいいことを言ってくれますしね、なんかはっきり言う人もやっぱり確かに、その、地域柄だって僕突っ込まれるのが割と好きなんで、割とライブ配信とかでも、まあ、関西じゃなくても、突っ込みを入れてくれる人がすごい好きなんで、何それみたいな。そうやって考えるとやっぱり関西の方、あとはまあ方言とかも関西弁とかもあんまりどぎつくなければ、いやでもなんかどぎつくても可愛らしく聞こえるかな。そういうところはなんかいろいろ偏見とかを超えた先にあったものって感じで、そうですね、関西の方、まあいろんな人もいるということで、だからまあ、方言は基本好きですからね。まあ、一番正直一番好きなのは博多弁なんですけど、バッテン少女隊の歌とか、関西弁、あ、じゃない、博多弁で、おっしょい僕を弾いてるんですけど、めっちゃかっこいい曲。おっしょい聴いてください。そして CD を買ってください。バッテン少女隊の。いい曲で、博多弁で可愛らしいんですよ。やるっちゃないととか、何々ちゃもんねとか、可愛いらしいですよね。まあもう全国好きなんですけどね。東北もそうだし、うん、関西、そうですね。でもなんか女子限定になってる気もしますけど、うん、女子限定で少女限定でということで、それは嘘ですが、またそういうこと言うとまたなんかそういう趣味だとか勝手になんか炎上するんじゃないか、炎上してなんか再生回数が500万回とか言って炎上するかもしれないですけどね。でも可愛らしいです。はい、関西の方は好きということで、嫌いじゃないまあ、そうです。また人柄によります。というわけで、まあ、そう、人柄、そうですね。差別をなくそう。何人だろうが、外国人だろうが、まあ、いろいろ、まあ、肌の色の問題とかあると思うんですけど、まあ、人柄です。まあ、最後の質問なので、こう、ちょっとかっこよく、いいこと言って終わらせようか。いられますよ。喋るのが下手だったり、コミュニケーションが下手だったり、しますが、頑張って変えたいと思う人が頑張ってる、素晴らしいですし、気づかないまま行っちゃうのはやっぱり良くないとは思いますし、まあ、そういうところを僕は見ていきたい、そんなチャンネルに、したいと僕は思ってます。そういうわけで、チャンネル登録、高評価お願いしますっていうのは、まあ YouTuber なんで違う、僕はそれじゃなくて、僕はこれもネタで考えたんですけど、最後によく YouTuber さんの作ってるじゃないですか、こうチャンネル登録、こういう絵があって、高評価お願いしますみたいな、逆で言ったらどうなの、チャンネル解除低評価お願いしますで、こう最後、クソがって終わらせるっていう方が、
らしいかな。やってみようかな。でも作るのめんどくさいな。あ、誰か作ってもらおう。誰か作って、なんか、データ送ってください。え、いいか。本当に使うこと、でもそれ送られてきたら使うことになっちゃうもんな。せっかく作ってくれたの。あ、でも、あ、でもいいですよ。送ってもらって、なんかデータ、いいですよ。なんか、DM とかで。チューブユー、で、そしたらちゃんと宣伝しますし、チューブユーさん用に、作りました。チャンネル解除&低評価お願いします。お願いしますっていうのも変だな。チャンネル解除&低評価、いつでも OK です。うん。まあ、いろいろ僕にあったのを考えてもらって。それをこう、いつも動画の最後に入れるみたいな。何々さんからいただきましたとか。感じですね。まあ、そんな感じでですね、終わりました。というわけでですね。あと、まあ、スタートはちょっとこれを決めましょうか。こんばんは、チューブユーです。これやりたいな。これもどかそう。これにしましょうかね。この手法多分ないと思うんですよね。こんばんは、チューブユーです。くっしゃ。っていうわけで、みたいな感じで。やりたいなぁ。ちょっとこれ、忘れてたら言ってください。ライブ配信とか。チューブユーさん、いつもの挨拶忘れてるって。これで行こう。くそ。こんな喋らせやがって、こんな、何十個も質問よこしやがって。嘘です。でも本当にありがとうございます。でもありがとうございました。本当にたった6人の方ですが、そのうち一人はなんかネタで、なんか JK を装ってきた方とか、いらっしゃいますし、まあでも本当にファンっていうことで、くれていただいてますし、ファンの方も来ていただいてますし、常連の方でもあったりとか、ですね、見てくれる方は。まあ、ボツにならなくてよかったですよね。ちゃんとその辺も多分分かっていらっしゃったんでしょうね。これ私が20個ぐらいやんないとまずいだろう、この人っていう。本当だったりとかもするんです。本当にそういった分かってくれる方が集まっていただいているので、ありがたいです。これは本当です。それ以外は全部嘘です。っていうのもまた嘘なんですが、まあ、とにかく、もう、すいません。人気 YouTuber 気取ってどんどん、なんか、こんな感じでやってますけども。まあ、いや、もう、よそう。まあ、そんな感じです。キリがないです。これ、3時間ぐらい、今、どのぐらいだろう。ちょっと見てみよう。どのぐらいやったのかな。37分。さっきのが40、50分。2時間 ?2 時間半ぐらいか。2時間半ぐらい喋りました。質問の数としては40の50、まあ、50個くらいか。100個の質問の時は、だいたい100で1時間だったかな。まあ、そんな感じで。はい。以上。そうだよな、これから作るのか。はい。じゃあまた多分もう質問はあんまりないと思うんで、またなんか、いろいろ。そうだ。大事なこと。コラボなんですけど、安田さんが第一弾でやらせてもらって、アティールさんという、アティールさん。ちょっとわかりやすく、アティールさんっていう方の、から、だいぶ前に依頼を受けて、コラボさせてもらってます。割とシンプルにベース弾いておりまして、僕の方は。そちらも、アティールさんで、アティールさん、
細かくあるとちょっと違う、ちょっとまあ宣伝がうまくできてないんですけど、アティール、アティ、ティーですね、ティー、紅茶のティー、あ、紅茶のティー、アティールさん、ティールさんチャンネルで、僕が参加したコラボ動画が実はありまして、ちょっとこれ後でこちらの方でも改めて時間があるときに編集させてもらってアップするとは思うんですけど、あのいい曲なんで、ティールさん。アレンジが面白い方で、僕は割とシンプルに似てますが、そちらも、うん。あ、そっか、これに、もしあれだったら貼っとくか。リンクを。あ、見てみてください。アティールさんのも、いろいろ見て、いろいろ、なんかゲーム系のやつとか、いろいろな方を集めてコラボされてるような、大変だと思うんですけどね。時間を調整したりとか。やりとりは。まあ、そんなとこです。というわけででしてね。いつもこんな感じでやってますが、長い、くどい、すべてにおいてくどい、喋りすぎ。そんな人ですが、気にしてません。というわけで、チャンネル解除、低評価お願いします。というわけで、さよなら。以上。くす。言ってられるか、こんなチャンネル。アカウント消して。絶対しないですけど。そんな。すいません、もう。これを気に入ってくれてる方が約1名いらっしゃって。僕もノリノリなんですが。そういう感じです、僕のスタイル。一人でも気に入ってくれて、それが僕にもハマった場合、しつこくやるっていう、そんなチャンネルです。昨日散々喋ったのにまだ喋るかっていう。昨日って何時間喋ったの？まあいいや。昨日で無口な人の1ヶ月分ぐらいは普通にマジで喋ってますね。何時間か。もう切りがない。あえで、というわけでじゃあ、以上。質問ありがとうございました。質問に答えました。で、また何かの。次の動画は何でしょうね。ライブ配信やったから。動画。うん。なんかやります。